ボディを透明にする。皆さんはこの言葉を聞いたことはあるでしょうか。この言葉は今回取り上げる本件の犯人が自身の犯行の手口、つまり遺体を限りなく消失させるということを表現した言葉です。被害者の肉をサイコロ状に細かく刻み、骨を粉になるまで焼く。それも一本一本じっくりと時間をかけて。分かっているだけでも4人の尊い命が犠牲になり、そのいずれも遺体が見つからず、遺体なき連続殺人事件と呼ばれた本件。証拠がないだけで被害者はさらにいるとの話もあり、本人が知人に伝えた殺害人数はなんと30人以上。愛犬家と呼ばれ、業界では名の知れた人物が完全犯罪を目論んだ極めて残虐性の高い本件。閲覧注意でお願いします。埼玉愛犬家連続殺人事件。1995年1月5日、埼玉県熊谷市でペットショップアフリカケンネルを経営していた関根源当時53歳とその元妻で共同経営者の風間博子当時38歳がこの地域で不審な失踪を遂げた4人に関与したとして逮捕されました。彼らが逮捕される前年の1994年1月、別件にはなるのですが、大阪愛犬家連続殺人事件の被疑者が逮捕されたと報道されたのをきっかけに、埼玉県でも同じような事件が発生しているとマスコミ内で噂になり、すでに長年にわたり警察がマークしていた2人を報道に後押しされる形で逮捕するまでに至ります。2人はいわゆる詐欺的な商売を繰り返しており、顧客とのトラブルが絶えませんでした。代表的なやり口としては、子犬が生まれたら高値で買い取ると謳い、犬のつがいを法外な値段で販売し、いざ子犬が生まれると難癖をつけて値切る、買い取らないといったものです。そんなことをしていればクレームが起きるのは必然で、最初の事件はそんなトラブルが発端となり発生しました。その後は徐々に彼ら、特に関根の狂気があらわになり犯行を繰り返していきます。本件で被害に遭った人物は皆彼らと関わりを持っていたこと、さらに最初の事件が発生する9年前にも関根の周りで連続失踪事件が起きていたことから、警察は当初から彼らの犯行を疑ってはいましたが、何せ遺体も物証も出てこない。最終的にアフリカケンネルの役員で本件に協力していた山崎という人物が犯行を自供したことで2人の逮捕につながり、犯行を認めることになります。その後2人には共に死刑が言い渡され、本件は幕を閉じましたが、本件は風間に関しては冤罪であるといった主張もあり、様々な事情が複雑に絡み合った連続事件といえ、その真実は未だに明らかになったとは言えないのかもしれません。皆さんがどう感じられるのか、真実はその中にあるのか。それでは事件の詳細です。まずは2人の生い立ち、そして出会いについてです。関根は埼玉県秩父市に生まれ、ペットショップや動物リース業を営んでいました。彼は当時から悪質な商売を繰り返したり、暴力団と関わりがあったり、さらにはその暴力団と揉め、指を詰められるといったことがあったり、近隣住民からは恐れられ、それ以上に嫌われていました。しかしペットや猛獣の扱いの腕は本物で、ブリーダーとしては非常に優秀だったそうです。かつてシベリアンハスキーがブームになった時期があったのですが、実は彼がその仕掛け役であり、業界の中ではちょっとした有名人でした。そんな彼は1982年某日、埼玉県熊谷市でペットショップアフリカケンネルを開業します。対して風間は埼玉県熊谷市で生まれ、いわゆるお嬢様育ちで大の犬好き。彼と出会う前までは真っ当な暮らしを送っており、保育士をしたり測量の勉強をするなど、若くして別の男性と結婚し、2人の子供を設けますが後に離婚。そんな彼女がペットショップアフリカケンネルを訪れたことから2人の関係が始まります。1983年、犬好きとして意気投合した2人は出会ってから約1年で結婚。2人でこのアフリカケンネルを経営していくことになります。そして1986年、世の中はバブルと呼ばれる好景気に入っていきました。不動産や株式の資産価値がみるみる上昇していき、日本全体が活気づいていきます。彼らもこの好景気を信じ、お金を借り、豪華な犬舎兼自宅を建設。その借金の総額は約1億4000万にもなっていました。この頃に先ほど述べた山崎という人物がアフリカケンネルを訪れるうちに同社の役員として働くことになります。しかしそんな中バブルが崩壊、その影響から店の売り上げが落ち、借金の返済どころか生活をするのにも困窮するようになります。そのことから彼らは悪知恵を働かせ、なるべく多くの金を取ろうと顧客を欺きながら悪どい商売をしていきました。それでも徐々に経営が苦しくなっていった2人、ついには税金対策のために1993年1月に協議離婚します。しかし2人は離婚した後も前と変わらぬ生活をしており、1993年4月20日、ついに1つ目の事件が発生します。被害者は川崎
崎明夫さん当時39歳犬を飼うためにアフリカケンネルを訪れたことから関根と出会い、相場が数十万の犬を計1100万円で購入。後に知人からその事実を伝えられ、代金の返還を彼らに求めることになるのですが、関根と風間は川崎さんに金は返せないと判断し殺害を決意。関根は金を返すと言って熊谷市内のガレージに川崎さんを呼び出し、談笑中に毒を栄養剤と偽り、それを飲ませて殺害しました。その後ガレージに現れ驚く山崎に対し、お前もこうなりたいかと脅し、山崎に犯罪の片棒を担がせることになります。関根は遺体を山崎の家まで運び解体しました。山崎はガレージに残された川崎さんの車を東京駅に放置し、川崎さんが自ら失踪したかのように偽装します。その後山崎が家に帰ると、すでに遺体は原型をとどめていないほどに解体され、焼いた骨灰や所持品を近くの林に遺棄しました。翌4月21日急に姿を消した川崎さんを心配した家族が捜索願いを提出します。当初は単なる家出と見られましたが、30日に東京で乗り捨てられた川崎さんの車が発見されたことから、県警が事件性を察知し捜査を開始します。警察は家族の話から川崎さんが関根とトラブルを抱えていたことを知り、関根について重点的に調査を進めます。すると9年前にも彼らと関わりのあった人物数人が不審な失踪を遂げていることから、警察は関根や山崎に対し監視や尾行を行うようになります。しかしそんな中、警察の監視の目を盗み、さらなる事件が発生しました。川崎さんの事件から3ヶ月後の7月21日夜、この日彼らは親交のあった暴力団組長代行の遠藤という人物、当時51歳の家を訪れていました。実はこの遠藤という人物、川崎さんの事件について彼らが関与していると疑っていました。そして彼らを脅したのです。黙っててやるから金と土地の権利書をよこせ、このままでは全財産を取られると危惧した関根と風間は、この時に遠藤を殺害することを決意します。遠藤の要求を応じるふりをして、川崎さんの時と同じように毒を飲ませ殺害。さらに遠藤の運転手だった涌井という人物、当時21歳も口封じのために同じように毒殺しました。そしてまた同じように山崎の家へ遺体を運び解体。翌22日の早朝には作業が終わり、残った灰や所持品は川に捨てました。警察はその後の調査で、またも遠藤が彼らに会った直後に姿を消していることから、彼らに対する監視をさらに強化し、証拠を見つけるべく必死に捜査を行います。しかし何も見つからない。そして悲劇は繰り返されます。約1ヶ月後の8月26日午後、関根は従業員の一人の男の母親、当時54歳にアフリカケンネルへの出資を求め、車に乗せこの人物の家に向かいました。実は関根とこの人物には肉体関係があり、その交際を煩わしく思っていた関根は、財産を全て奪い殺害しようと企てます。家に着き、ほぼ全財産である270万をせしめた関根は、その後これまでと同じように毒を盛り、彼女を殺害しました。翌27日未明、焼却された骨や所持品はまたも近くの川に捨てられます。明らかに怪しい彼らを警察も物証がないからといって何もしないわけにはいきません。関根の知り合いとみられる人物たちには、一人で彼らと絶対に会わないようにと忠告し、さらには借金に対して支払いを踏み倒したとの詐欺容疑で別件逮捕も試みようとしますが、やはり殺人に関しては物証がなく、立証は困難と判断され見送られます。怪しいのは間違いないが、逮捕に踏み切ることができない。もどかしい時間が続いていた警察ですが、翌1994年1月26日、冒頭の通り大阪で発生した事件の被疑者が逮捕されると、埼玉でも同じような事件があるらしいとマスコミが噂。2月中旬にはこぞってアフリカケンネルに押しかけます。彼らは知人一人を矢面に立たせ、その人物を通し身の潔白を訴えました。その人物は元自衛官で、事件について何か知っている様子でしたが、後の9月22日なんと詐欺容疑で逮捕されます。そのことから本件はついに解決への糸口が見えることになりました。この人物が連続事件の一部について関与したと認めたのです。さらに山崎についても事件に関与したと供述しました。10月17日警察は山崎を事情聴取します。しかし山崎は事件への関与を否定、妻を連れて行方をくらませます。しかし山崎の妻は約5000万円もの横領をしていた罪が発覚。すぐに逮捕状を取り行方を追います。11月24日ついに山崎の妻を逮捕することになりました。その際には山崎は逃げましたが、その後自ら出頭を決意。12月3日からの事情聴取によって連続事件の全容を自供し、10日後の12月13日山崎は捜査員を川へ案内し、その場所から最初の事件で犠牲になった川崎さんの遺骨や遺留品が発見されました。翌年1995年1月5日ついに県警が関根と風間を川崎さんに対する死体損壊遺棄容疑で逮捕しました。その後山崎の自供を求
元に山林から骨片やお守り、腕時計などが見つかり、小さいながらも重要な物証が見つかりました。数ミリから数センチの遺留品を探し出す懸命な捜査が実を結びました。裁判に関しても細かく取り上げれば紆余曲折あるのですが、今回は長くなってしまうので取り上げません。その裁判の結果、2001年に関根と風間の2人は対等の立場で共謀したとして2人ともに死刑が確定、山崎は懲役3年の実刑判決となりました。しかし風間は関根から DV があり逆らえなかったこと、また殺人には関与していないとして無罪を主張、今でも冤罪を主張し事件の再審請求を行っています。一方の関根は2016年11月頃から体調を崩し、刑が執行されることなく2017年3月27日75歳でこの世を去りました。気に入らない奴は全部透明にすればいい、自身の主張では30人以上を殺害したという関根源という男、実は本件が発生する9年前の1984年にも彼の周りでは少なくとも3人の男女が失踪しています。そのうちの一人はなんとマスコミに対し受け答えをした元自衛官の男の妻、元自衛官の証言によれば夫婦喧嘩で殴って殺してしまったのを関根に透明にしてもらったそうです。その追い目から彼らに協力していたと考えるのは想像に難くありません。本件はその残酷すぎる事件内容から注目を集め、2010年には本件を元にした映画冷たい熱帯魚が公開されています。より深く詳細を知りたいという方はご覧になられてみてください。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。